17日放送のフジテレビ、ワンピースバラエティ海賊王に俺はなる TV、午3時30分、関東ローカルでは、和牛の水田真嗣が登場する。大阪時代から MC、かまいたち、山内健治、濱家隆一と共にしのぎを削り、強い絆で結ばれている水田が、ワンピースを語りまくる。和牛といえば、昨年末に突然解散を発表し、世間を驚かせたことも記憶に新しいが、実は芸人の間では和牛が解散するらしいという噂は事前に飛び交っていたという。実際、解散発表の3分前に水田から電話を受けたという濱家は、あの2人に限って解散はないだろうと飲み会で話している途中に聞いたそうで、かなり驚いたと明かす。